馬が、馬、お馬さんがいた。お馬さんがいました。なんかでも走ってなかった。なんか歩い、お馬さんが歩いてた。乗馬、馬術。そう、髪伸びたくない？で、毎回配信の度行っちゃう、髪伸びたって。なんか配信の画面で見ると伸びたように見えるんだけど、なんでだろう、気のせい。なんかね、全然走ってなくて、砂場とか言ってた、砂場をお馬さんが歩いてるところが映ってたんだけど、なんかめっちゃ可愛かった。めっちゃね、スローでお馬さんが歩いてて、スローにされてたのかな、あれは。スローにされてたのか分かんないけど、そう、お馬さんが歩いてた、可愛かった。すごい、ああいう競技もあるんですね。何を競ってるのかよく分かんなかったけど、めっちゃ顔が薄いから顔を出します。顔を出す配信です、これは。こんばんは、風船ありがとうございます。私が応援してもらってる、ありがとう。みんな顔がないよ。顔がない、配信外で私が何をしているでしょう。顔を足しているんです。見えないところで。ハートありがとうございます。やばい、頭頂部見せてた。でも頭頂部さ、なんか薄くて嫌なんですよね、とか言ったら怒られそう。風船ありがとうございます。頑張れ、ありがとう。顔を足します。顔を足す。何をすればいいんだろう、なんで薄いんだろうか。配信の5分前くらいに、やべ、メイクしてねえってなって、なんかリップを塗ったんですけど、リップとアイラインをしたんですけど、あと何をしてたっけいつも、という感じです。困っちゃうね。こんばんは、金メダルもらっちゃった、ありがとうございます。やばい、私もメダリストだ、ごめんなさい、何の努力もしてないのに金メダルもらってしまった。なんだろう、そう、公演の時はね、そうなんです、あの目にキラキラをつけてるんです。なんか目の下キラキラさせてるの、嬉しい、気づいてくれるもんですね。やるもんですね。なんか自分のモチベーションというか、自分の気持ち的になんかキラキラさせた方が、公演なんか公演の時ぐらいしかそうやって分かりやすくキラキラさせたりしないので、なんか普段、なんだろう、普段日常でちょっとお化粧してもあんまりなんかそうキラキラとかあんまさせないので、公演の時になんか公演のメイクだぞみたいな感じにしたくてキラキラさせてますっていう最近の私のメイク事情でした。でもメンバーね、それぞれいろんなキラキラをつけてるんですけど、私のキラキラはなんか
私のキラキラ私のキラキラはですね、そうでも誰得情報ですね、誰得情報をここで展開したいと思います。私のキラキラです。こちらがなんて書いてるんだ、ペリペラって書いてる。でも全然わかんない。なんか私なんかメイクのなんか名前をなんかメイクの会社の名前を聞いてもなんかめっちゃ有名なキャンメイクしかわかんない。キャンメイクとか、私あのアイドルが絶対使ってるメイクブランドはキャンメイク、セザンヌ、エクセルだと思います。三大アイドルメイクブランドみたいなプチプライスブランドだと思います。そうっていう感じです。でも私はなんかメイクを始めた頃は本当に自分のなんか顔のコンプレックスを隠すためにメイクをしていたんですけど、最近はそうやってもう公園だからキラキラさせようとかそういうこだわりは出てきて、とってもなんかアイドルらしくなったなと自分で感心しております。いいね、ありがとうございます。頑張れ、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。なんかまつげにこう目がついてる気がする。なんか視界に何かがある。ねえ、いいことだ、成長。私配信するの1週間ぶりくらいで、もう1週間以上かな、配信の仕方忘れちゃったそうでも最近はその1週間ごとに配信して1週間の振り返りをするのが結構私のブームだったんですけど、もうでも私はもうこの1週間の話で言ったら、ゆかさんのご卒業発表がもう印象的すぎて、もう他のことはあんまり覚えてないんですけど風船ありがとうございます。なんかでもそう、その話するするって自分で話し始めたんですけど、自分から話し始めた。じゃあでも最初にそういう話しといて、後でちょ盛り上がる話をして明るく終わった方がいいよね。ということで最初になんかね話すんですけど頑張れ、ありがとうございます。そうなんかでも私ご卒業発表があった時はなんだろう、その日特別公演があって、そう特別公演でご卒業発表されたんですけど、なんか私はなんかその日の朝からなんか絶対今日何かがあるって思って、なんか何かあるかもなって多分メンバーみんなが思ってたと思うんですけど、でも私は絶対誰かがなんかあんまり良くない発表する気がするって思ったんです。でもそうみんな多分メンバーみんなが何かがある、絶対終わりでなんか発表、なんかこうメンバーからじゃなくて NGT として何か発表があるか、メンバーから何かそういう発表があるかっていうあのっていうのをねみんなちょっとなんか思ってて、でもなんかね、でも正直ゆかさんだと私は思ってなくって、なんかそれを察してたっていうメンバーも結構いたんですけど、なんか私は正直なんか誰なのかを知りたくなくて、それもなんかでも誰かあるかもって思うけど誰かを予想したくもあんまりなくってで考えないように一日過ごして、でも最後の最後にそう発表があって、でも私本当になんかもう悲しくてもう絶望したというか、本当になんかもうステージ上で全然泣かなくって、私なんかもう
悲しすぎて涙も出ないし、でもそのなんかゆかさんのお話を聞いてて、すごく本当になんか今までどれだけのものを抱えて、このなんか本当になんかメールにも書いたんですけど、もう偉大な偉大な方すぎて、なんかこう、うん、この世の終わりみたいな顔しててずっと本当に、え、そうなんです、私 DMM で今思ったら DMM で、あ、そう、ゆかさんがゆかさんがお話を終えてから、そうパッてなんか、そう、加藤さんがお話し始めた時に、そういえば私今絶対 DMM あのモニターがあって分かるんですけど、でもそのモニターを見る余裕もなくて、なんか私あのね、なんだろう、もうそのモニターを気にする余裕もなくて、でも加藤さんが、加藤ちゃんがお話し始めた時にパッて切り替わるじゃないですか。それで待って、私今までつってたかもって思って、え、どうしようって一瞬それがよぎったんですけど、でも私とんでもない顔してたと思って、全然顔に意識を飛ばしてなさすぎて、もう本当に怖くて、でも DMM で見るのも怖くて見てないんですけど、そう、でもそう、泣いてなくて、全然私はなんかもう絶望、もう悲しみの果てみたいな感情で、風船ありがとうございます、金メダルありがとうございます、え、本当になんか、え、涙が一瞬出そうになって、でもなんか泣いていいのかなって考えちゃって、すごいなんかもっなんか自分が泣いていいのか、なんかいつも人の卒業とかそういう泣きそうなタイミングで、いつもなんか自分の悪いところっていうか、一回自分が泣いていい立場か考えちゃうんですよなんか頑張れ、ありがとうございます、なんかそうステージ上でそういうなんか泣きそうな場面があると、毎回なんか嬉しいことでも、そうじゃない悲しいことでも、必ず今ここで自分が泣いても大丈夫かなって考えちゃうものなんですよ。でそこで考えて泣かなくなるんですおすすめします。だから涙もろい人は一回思考を冷静に、今自分が泣いていい立場か考えるっていう、泣きたくない時はそうすることをおすすめします。そう、お星様ありがとうございます、尊いありがとうございます。なんかそれで、うん、なんか、なんだろうなんか本当に悲しみのもうこの世の終わり、悲しみの果てのような、あの顔してたと思うんですけども、そういう感情で、でも本当になんか後ろ、私そうだから真後ろにいて、ゆかさんので、なんか真後ろにいて、このお話しされてる姿を見て、もう本当にもうすごい緊張してらっしゃるのが後ろから見ててもう伝わってきて、あ、なんかすごい偉大な先輩で、こう自分が加入する前からすごい有名人で、加入してからもこう総選挙ですごい結果を残されたり、なんか NGT のこと全然知らないけどゆかちゃんは知ってるみたいな方もたくさんいらっしゃるくらい、なんかもうそういう存在じゃないですか。もうでもなんかこうやって目の前にいるゆかさんは本当になんか華奢で、こういう公演で卒業発表するのに本当になんか緊張してて、本当になんか一人の女の子っていうか一人の女性で、なんか、うん、くまさんありがとうございます。そう、なんかそうやって考えたら本当になんかこんな、なんか物理的になっちゃうけど、こんな華奢な体でもうどれだけの重圧をに耐えて、どれだけの責任をなんか自分に負って
もうすごいいろんなことを抱えて来られたんだろうなって考えて、もうなんかでもそう思ったらもう今までいてくださっただけでもなんか感謝だし、こう、うん、今までこうやって一緒に活動できただけでも感謝だし、本当はもう全然今すぐ取り消してほしいけど、うん、今すぐ撤回してほしいけど、なんかそれでずっと重圧を抱えつつもずっと明るい姿を、メンバーにも明るい姿を見せてくださっててね、えなんかすごいすごいなってね、えそう、それで公演後にもねちょっと残ってお話できたんですけどね、えお話しさせてもらったんですけども、その時やっとちょっと涙が出てでも現実だと思いたくなくて、なんかもうなんか何も考えたくないなと思ってここ数日を過ごしてきたんですけど、そうね、なんかゆかさんとこう最近になってというか、もう加入した時からすごくあのオープンで気さくに後輩に声をかけてくださる方でだったんですけど、最近になってさらにというか本当になんか急にすごく距離が縮まって、大先輩ですごいなんかなんて言うんだろう、こう夜中に夜中に電話してなんかすごいひたすら雑談したり、でもこれからの活動のこととかもお話ししてて、だからなんかまさかそんな未来のことを話したのにまさか卒業すると思わなくて、そうなんです、それがすごいなんか今思ったら、あでもあの時にはもう全然決め、その電話をした時にはもう全然決めてて、もしかしたらマリナさんもその時にすでに知ってたんだろうなって思って、あーなんかもう全部が悲しくなって、なんか今日の夕方お昼ぐらいになんかそれをすごく考えてたらなんか一人ですごく涙が出てきてすごい悲しくなっちゃった、あ今泣きそうね、悲しくなっちゃったそう今日なんかずっとここ数日考えないようにしてそう今あー泣きそう数日間そう特別公演の時ももう無になって何も考えずにやってたんですけど、頑張れ、ありがとうございます、頑張ります、あ泣くつもりじゃなかった、泣きません、泣きません泣きません頑張れ、ありがとう、ファイト、ありがとう、すごいみんな応援してる、すごい応援してくれてる、ありがとう、風船ありがとうございます、うん、なんか本当にうんなんかあ昨日も生誕祭とかなんかずっと公演とかがあったから考えずに違うことを考えていられたんですけどファイトありがとうございます、ポシャありがとうございます、あ泣きたくないのに頑張れ、ありがとうございます、そうなんか
特別公演の後も本当は配信する予定で、でもあ絶対今日配信したら泣いてしまうと思ってしなかったんですけど、そうなんか今今日結構お家でのんびりしてる日で、何もしてなかったら考えてしまって考えたくないけど考えてしまって、すごいメダリストのなめちょっとメダル取ったわけじゃないのにですけど、そうファイトありがとうございます。そうなんか最近そうやってゆかさんが仲良くなれたのにと思って、そうでもね、そうでもいろいろすごいなんかそう頑張れありがとうございます。すごいなんか電話した時にその夢よな西荻あとダンスの先生で電話してたんですけど、そうゆかさんがすごい夢よなをもっとなんか頑張ってみたいに言ってくださって、でもその時全然なんかご卒業のことを知らなくて、でも多分あのご本人はもう決めてて、マリナさんも多分ご存知で、うん、そうなんですって思ったら、そうやってなんかそう もっとなんか前に出て頑張ってみたいに言ってくださったのも、なんかそういうのがを決めてらっしゃったから言ってくださってたのかなみたいな、もういろいろと考えてしまった。でもあのもうでもスタンプをね、変なスタンプをねゆかさんがプレゼントしてくださって、 LINE スタンプを、それはあのマブダチの証だよって言ってくださったので嬉しいです。素直に喜びます頑張れありがとうございます。めっちゃ私それ使いまくってます、今それにハマってます、そのスタンプにそうそれでそう昼間にめちゃめちゃそうなんか急にそれを考えて泣いてしまって、そうもう勢いでゆかさんに電話しようかと思った。今ゆかさんのことを思って私は一人で号泣してるんですよって言おうと思ったけど、ちょっとなんかめんどくせえ女だなって思われたらなのでやめました。でも昨日ゆかさんがなんかそうその世間話グループに急に急になんか自撮りの動画を送ってきてくださって、夜中に可愛いありがとうございます。そうそれでなんか嬉しかった、保存しといた可愛いゆかさん。重いって言われた、でもよかったしなくて風船ありがとうございます。でもなんか私がそう公演後の SNS とかでメールでは触れたんですけど、公演後の SNS とかで何も触れないから、えのこちゃん大丈夫ってすごい心配してくださった方がいらしたんですけど、そうでもなんか個人的にはそう直後はあんまり考えたくなくて、なんかあえて考えずにいたんですけど、なんか逆にたまりたまって今日すごく悲しくなっちゃってだから結局そこで我慢してもいつかは悲しみが来るんだなって思ったら、なんかもう余計悲しくなりましたでももうなんか悲しくてもうこんな思いはしたくないです。もう誰も辞めないでほしい、うん、アイスありがとうございます、うん、
そうみんなにねメールの返信で公演の時発表してるゆかさんの後ろでゆな子がもうこの世の終わりでこのあと続いて卒業発表するんじゃないかっていう顔をしててもう怖かったよみたいな本当に悲しそうだったって大丈夫ってすごいみんな心配してくれて全然元気でした元気ですけど悲しいですでもそうもう後に続きたくなっちゃったもうまあもう私もやめますって言いたくなるくらい悲しかったゆかさんがいないなんてもう嫌ですゆかさんがやめるならやめますって言いたくなっちゃったはい、あ、頑張れありがとうございますそうですねもうなんか NGT にとってもうすごい大きな存在だし自分にとっても大きい存在だしもうなんかいなくならないでほしいお星さまありがとうございますうんという話でしたゆかさん大好きです大好きもう西尾木しか勝たんもう本当にという話でしたねもう何話していいか分かんなくなっちゃったよね今度一緒に公演できるので嬉しいいいねありがとうございます嬉しい私はそういっぱいお話ししてもらいますじゃあもうその特別公演のお話からしようか私すごいもう切り替えますね私すごくあのそう特別公演で嬉しいことがあって私あの1曲目がねあの青春時計だったんですよその最初今までの NGT のシングルのあの5枚目までのシングルをこう順番に披露させていただいたんですけど私青春時計まず青春時計あの 2グループに分かれてた青春時計と世界はどこまで青空なのかをやるグループとなんか春はどこまで来るのかと世界の人へを披露するグループがあって私はこの前半グループだったんですけど私青春時計で、その青春時計グループになってその時点で嬉しかったんですけどそうリカさんのねお隣だったんですポジションがそうすごい私ガードレール飛んじゃったとガードレール飛ぶ要因になっちゃったと思ってすごいびっくり嬉しかったです尊いありがとうございますあのね、私のそのなんかこうアイドルになりたいとか NGT になりたいって思ったきっかけがこう青春時計のリリースイベントを見に来てだったっていう話は何回もしてるんですけどもうそこで青春時計をもう死ぬほど聞いてその会場に入るまでの並んでる時にもうずっと青春時計が流れてて私それでもう青春時計の歌詞とか全部フルで全部覚えてそうすっごいもう聴いてもなこの世で一番青春時計を聴いた人かもしれないっていうぐらい聴いて
金メダルありがとうございます。そう、それでもうで、そこでまず印象的で、でその後のそのイベントを見てすごい、あすごい素敵だと思って、そう青春時計の披露、あの披露してパフォーマンスも見てすごい感動して、可愛い、あら好きってなってっていうのがきっかけなので、で私あの加入前にリカさんのねソロコンサート行ったり、こう箱推しの中でもちょっとリカさん特に好きですねみたいな感じの人間だと、まず朝鮮在宅なので、なんか正直本当に一期生さん皆さん大好きだったんですけど、今ももちろん大好きなんですけど、そうリカさんが好きですごい応援させてもらってた、すごく聴いてた、聴いたり見たりしてた曲のそのセンターのお隣っていうところで、こう自分が NGT の劇場でに立って、もう NGT の劇場に立ってる時点でもすごいんですけど、さらにその曲でセンターのお隣でっていうのがすごいもう勝手に感動的でした。自分個人、超個人的にすごい感動してた。アイスありがとうございます。そうなんです、すごいなと、なんか人生何があるか分かんないなって思いますよね、本当。金メダルありがとうございます。風船ありがとうございます。そうで、あとあのマリナさんとね、その左右対称のちょうど何だろう、新芽というかのポジションだったので、でマリナさんが そこのポジションでこうなんか入ってらしたことがあったみたいで、すごいなんか教えてくださったり、なんだろう、そう後からあのなんか変更点とか、あのポジ、なんていうの、オリジナルのポジションとちょっと変わってるところがあったから、なんかここはこうな、なんか今回こうなってるみたいみたいな、その抜けてる場所があるから、その分こういう風になってるみたいなのをあの教えてくださったり、そうパチパチありがとうございます。ハートありがとうございます。すごい優しい優しかった。そう、あとなんかマリナさんと目が合うなんかところがあって、そこでめっちゃ安心した。すごい緊張したんですけど、そのドキドキだったんですけど安心した。微笑みが美しくて、そうね、特別公演はね、そうシングルもうなんか久しぶりにさ、こう大人数でのパフォーマンスもお見せできたし、シングルも最近こういう公演、ユニット公演が多くて少人数で、でしかもなかなかシングル曲ってあんまりやんない、あんまで、シャーベットピンクはちょうどリリース1周年くらいのタイミングでね、全員でシャベットピンクの衣装も着て披露できて嬉しい公演でした。お星様ありがとうございます。風船ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。
ね、見てない方はぜひ DMM でご覧ください。ね、あとあの5枚目シングルの曲と6枚目シングルの曲も、あ、ユニットコーナーもありましてね。ユニットコーナーはもう自分が出てないユニットをずっと客席で見てた、あのリハーサルの時すごい可愛かった。みんな、ひのちゃんは歌上手だし、ずっと歌っててほしい。そう、めっちゃいい公演だった。もうみんなが集まってるだけで楽しかった。なんかユニット公演はユニット公演でもちろん楽しいけど、こうやっぱり全員いると、いや全員でいられるのって本当に楽しいなって思ったし、もうずっとこのメンバーといたいなって思って、優しきにね、ちょっとゆかさんが発表して、なんかちょっと許せないんですけど。そうですね、でも本当に楽しかったですね。クラクラもまたできて嬉しかった。お客さんがいる状態でね、オーサムもですけどクラクラも披露できるの初で、そうクラクラアットジャムにね出演させていただくことになりました。すごくない？すごくない？ってめっちゃでかい声で言っちゃった。ね、なんか意味がわからない。意味がわからなくない？だって NGT としてさ、アットジャムに出演させていただけるだけでも本当にすごいありがたいんですけど、そう NGT さんもね出演するんですけどね。なんかグループとして出演できるのはもちろん嬉しいんですけど、そうクラクラとしてっていう、そこと別また別枠でカウントしていただいて、そこで出させてもらえるのってめっちゃありがたくすぎない？ハイリスカさん、ありがとうございますね。すごいいろんなアイドルさん、アーティストさんが出演される中でね、すごい大きいイベントでありがてえでやんすね。拍手ありがとうございます。金メダルありがとうございます。私すごいたくさん金メダルめっちゃもらっちゃった。金メダリスト、ね、出演は8月の27日かな、間違ってたらごめんなさい。そう、NGT も同じ日ですかね。すごい嬉しいね。でもわかる、なんかクラクラでも持ち曲1曲ですって。すごくない？自分たちの曲まだ1曲で、そう、全然どうなるのかわからないんですけど、もしかしたらもう一曲披露してあとはもうリカさんトークショーみたいな感じかもしれないんですけど。もうあとはもうあのリカさんよいしょ大会の続きみたいなかもしれないですね。プロデューサーのコーナー。ハートありがとうございます。あ、はっきり言ってほしいの、なんか通常バージョン、なんかジャズバージョン、ロックバージョンみたいな。それでは聴いてください、はっきり言ってほしいロックバージョンみたいな、なんか。なんだろう、ジャンジャジャンジャンジャンみたいな。となんだろう、バラードバージョン、もうイントロめっちゃいい感じになりそう。バラードバージョン。みんなも踊んなくて、もうなんかもうマイクスタンドでバラードだから、もうすごいシャンとしてスッと立って。めっちゃ歌唱曲みたいな。
バラード曲っぽく。そう、バリエーション豊かにねやっていきます。いいね、ありがとうございます。いや、練習しなきゃ。おもろすぎる。おんぶちゃん、ありがとうございます。いや、あるかもしれないから、ごめんなさい、ネタバレになっちゃったら今の。そう、ちょうどあと1ヶ月後ぐらいですね。楽しみ、すごい嬉しい。なんか夏といえばそういうステージが結構アイドルの夏といえばって感じなので、それがね、なんかね、今年ね、去年もいろいろな状況で難しいところもあったんですけど、今年もね、この状況下でそういうステージが決まるって本当にありがたいですね。だるまありがとうございます。金メダルありがとうございます。すごい、めっちゃ受賞しちゃう私、ありがとう。泣ける。ありがてえです、非常に。金メダルありがとうございます。そう、ぜひ見てください、皆さん。アットジャム NGT さんのねステージももちろんですけれども、クラクラもぜひご贔屓に願います。いや、なんか改めてすごすぎてよくわからんよね。もうすごい、なんかリカさんパワーなの、すごい。プロデューサーさんもさすがっすって感じです。すごい嬉しくてね、もうクラクラの LINE グループでみんなではしゃいでました。嬉しいって。かわいい。金メダルありがとうございます。すごい、私最多獲得数になっちゃう、選手の方を選手の方がいる中で私なんぞが。頑張れ、ありがとうございます。お星様ありがとうございますね。クラクラちゃん、よろしくお願いします。楽しみ、夏が楽しみです。もう夏、でも聞いて、今日何日だと思う？7月の28日です。合ってる？合ってます。28日、タラさんのお誕生日ですね。昨日はサラのお誕生日でしたね。そう、だってもうすぐ8月ですよ、皆さん。信じがたい、信じがたい。あと28、29、30、30、あと3日、あと4日、8月ですよ。もうあと7月あと3日しかないんです。ハートありがとうございます。金メダルありがとうございます。いやー、なんかさ、この間、本当にこの間さ、6月になったねとか7月になったねとか言ってたんですよ。いや、嘘おっしゃい、8月なんて嘘でしょって感じです。やばい。いや、8月になったらいよいよもうカウントダウン始めなきゃ、自分の中で。
最近自分の中のカウントダウンもおろそかになってたので、あの誕生日までのカウントダウンを始めなきゃでも8月になったらちょうど20日で、あと20日で20歳ってちょうどよくないですか20、めちゃ20みたいな。ね、楽しみ。どうしましょう。なんかさ、この間までさ、あと半年で20歳だとか、あと4ヶ月で20歳だとか結構まだまだだったけど、あと1ヶ月もないんです、私20歳になるまで。いやー、ハートありがとうございます。ねえ、楽しみ。お星様ありがとうございます。でも20歳になるからといってね、別に何が変わるわけでもないんですけども、個人的にちょっとなんか大人になるぜって感じで楽しみそうなんです、私当日、お誕生日当日におしゃべり会があるんです。それが楽しみ。タコさんありがとうございます。ハートありがとうございます。風船ありがとうございます。いやー、ドキドキだって当日ね、お祝いしてもらえるんでしょう、おしゃべり会で皆さんに。嬉しい、幸せすぎ。風船ありがとうございます。しかもメンバーにも会える嬉しいね。一人でお誕生日を迎えるのってちょっと寂しいじゃないですか。なんかだんだんね、一人でもまあ良くなってくるんでしょうけど、なんか二十歳ってなんかちょっと祝いしてほしいじゃないですか。いやー、生誕ティーね、来てください、たくさん来てきてください。公演とかにも、おしゃべり会にもまだね届いてないと思うんですけど、いや今年の生誕ティーはめっちゃね、もう自分の満足いく出来になったのでぜひいっぱい来てください。可愛くない生誕 T シャツ、私的にめちゃめちゃ上出来だと思うんですけどまあお楽しみに。ね、届くのを楽しみにしてください、しててください。そう、嬉しい、楽しみ。でもまずなんか7月がもう終わっちゃうことに驚愕早い、早すぎる。夏すぐ終わっちゃうんだろうなって。もなんか9月ぐらいまで暑いけど、でもだって考えたらもう1ヶ月半とかもう夏を堪能できるのってもうそれくらいってことでしょ。もう怖い怖い、恐ろしいなんか暑い暑い言ってるけどさ、あっという間に寒くなっちゃうんだろうなって思う。頑張れ、ありがとうございます。頑張ります。ねえ、楽しみ。だるまありがとうございます。どうしよう、20歳の目標とかも考えなきゃかな。私全然まだ生誕祭の日程も決まってないのに、今から生誕祭で何話せばいいんだろうって考えてる。生誕祭って何を話すんだろうってずっと考えてる。あと自分のお手紙誰からかなって考えてる、お母さんかなとか母かなとか、もうなんか意表をついてなんかメンバーかなとか、夢だったらどうしようとか考えてる
頑張れ、ありがとうございます。そう、みつこかなって、ともこさんから来たらもうともこから来るの、夢のママから来るのはおもろい、夢のママからはおもろすぎる、やばい、ともこから来るのは最高、おもろい。最後にさ、え、まるで自分の親からの手紙、え、そう、最初自分の親からの手紙だと思って聞いてるんですよ。最後の最後に、最後、夢の母かっこ通称ともこよりって書いてたらめっちゃ面白くない？夢の母かいみたいな。金メダルありがとうございます。でも通称ともこはさ、身内ネタすぎてさ、正直ドラメモのメンバーも絶対知らない人多かったと思うしさ、あのファンの方も劇場にいらした方もさ、なんか絶対夢のファンの方もちゃんとショールームとかめっちゃ見てる方ならわかるかもしれないけど、 DMM で見てた方とかはもしかしたらわかんないかも、わかんない方もいたかもしれないじゃないですか。めっちゃ面白くない？めっちゃ面白い。絶対さ、絶対この間の夢の配信とかを見てる人にしかわからない。そう、カホも本名かと思って読んでいいのかなって思ったって言ってて、めっちゃ面白かった。大丈夫、通称だから全然本名じゃないんだよっていうのが面白かったです。そう、絶対ほどもともこが本名だと思った人いると思う。めっちゃ面白いよね、全然本名じゃない。そう、でもともこさんのお手紙、夢の生誕でともこさんのお手紙がもう一番の涙ポイントだった、もう最高潮だった昨日ので、やーべ、泣きそうって思ったらなんか誰かのすすり泣く声が聞こえて、でも夢じゃない、明らかに夢じゃないんですって思ってパッと見たら、カイリがめっちゃ号泣しててなんかめっちゃ母親みたいな顔で泣いてて、めっちゃ面白かった。お星さまありがとうございます。そう、夢が泣く前にカイリが泣いてるんですめっちゃ面白くて、なんかすすり泣く声聞こえんなと思ったら帰りでした。そう、そう、いやでもともこさんすごいいいお手紙だった素敵なお手紙だった。あれはね、泣いちゃうよねえ、本当にね、でも人の生誕祭って楽しい楽しいけど、私はね、あの司会はちょっとね、重役すぎて、役職強すぎて、あのなんだろう、人狼ゲームでいう人狼ぐらい重い役職すぎて、私にはちょっとね、あ、人狼はまあ主役だとして、私占い師ぐらいじゃないですか。占い師も結構重たい役職なんで、占い師ぐらいの重役を背負ってたので、そう、でも私何気に司会、生誕さんの司会をやるの2回目なんですよ実は。そう、みゆの生誕祭でも司会をしたことがあるんです。あの最初、みゆが初めての生誕祭で、うん、ニッキードラさんで初めて生誕祭をしたのが多分ミユだと思うんですけど、そう
そうちょっと待ったがかりなんですよ。でももうね、その時の司会もどんな風にやってたかも全然覚えてないし、もう今回でも今回の方が緊張した、司会するの。多分なんか前回の記憶があんまりないけど、ちょっと待ったって言ったことだけ覚えてる。そうずっと夢にね、もうねあの子ね本当にね困った子でね、もうなんかせめてみんながいる場で言ってくれればいいんですけど、2人で喋ってる時とかに夢絶対司会はカホで、ひな子がお手紙でって勝手に予想したのを言ってくるんですよ。でもそれを言われて私もう私以外答える人がいないじゃないですか。だから私って言うしかないじゃないですか。私なんかあのまゆめめも公演なので、まゆめめもで最後のご挨拶をするのはひのちゃんなんですよ。だからそのひのちゃんが言ってる途中で遮るのはもうカホしかいないじゃないですか。そうだからもうそうカホしかいないから、絶対カホが司会ちょっと待ったって入ってきて、絶対カホが司会すると思うんだよねって言われて、で私も確かにじゃあ私はちょっと待ったってどうやって言えばいいんだろうってその時思ったんですけど、そうでもガチで予想してて、そうでしかもなんかみんなさ、そうみんながその場にいてだったらなんかごまかしようがあるけど、私しかいないんですよ。もう私もう何どこを見て何を話せばいいか分かんないじゃないですか。多分皆さんもカホかなって思ったと思うんですけど、しかもあの私が出ていく前時に、なんか出てく時はそのなんだろう、こうマイクの関係とかであのスタッフさんから合図があったら出ていいよって言われてたので、そろそろ出ないともうひのちゃんがお見送り説明終わってもう最後の挨拶しちゃうんですけどみたいな、いいですかいいですかみたいな、ずっと確認取ってて裏で、めっちゃ面白かった。もうひのちゃんっていうかもうまゆめもの皆さん困っちゃうんで、そろそろ私たち出ていかないと、多分ひのちゃんもちょっと待った待ちで、あのお見送りの説明も本来しなくていいじゃないですか、あそこのタイミングで。そうスタッフさんがからいいよって言われるまで待ってたんですけど、そういいですかみたいな、まだですかみたいな、そろそろ行かないとなんかおかしくなっちゃうんですけどみたいな、もうみんなめっちゃ焦ってて裏で、実はそろそろ行かないとまずくないですかってでいう一悶着ありました。そんな、そうもうありがとうございましたが始まっちゃうから、そうどうするってなってました。めっちゃおもろかった。でもあの出て行き方もありなんだなってなったらもう何でもありですよね。ちょっと予想、私の時も予想したいんですけど、予想するのがちょっと困難になってきましたね。でもやっぱ司会を、でも帰りの司会もおもろいから、帰り私が指名するのありかな。もうあの帰りは司会で、じゃあお手紙はみゆでとか。そうなんか勝手に指定するっていう。そう私の時は指名制にしようかな。ハートありがとうございます。あそうめっちゃ面白いことがあって、ちょっと見てください。ちょっとそうちょっと持ってきます。ちょっとね、あの昨日夢の生誕のなんかね、すごいこういうのかファンの方が作ってくださったこういうね紙があるんですけど、あのね、あこれよこれ、あのじゃーんっていうこれもらってきたんですけど、フライヤー、ハートありがとうございます。それで
これがあって、これすごいなんかね、なんかこれ夢たん変歴みたいな夢の今までの経歴みたいなのが書いてあるんですけど、こういうことがありましたみたいなね、こう何月何日にこういうことがありましたみたいな書いてるんですけど、後ろにこうなんかこう、まあ夢のなんかなんて言うんだろう、ハッシュタグとか夢たん言うのとかなんか夢伝説みたいな、結構ゆめらとかカメラ始めてかゆめらとか、そうゆめるのハッシュタグっていうか、うん、あハッシュタグじゃないや、件名とかそういうのが書いてあるんですけど、ここに夢ゆなの枠があるんです。そう、これだけいろいろね枠がある中で、これ夢ゆなっていう枠があるんです。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。もうファンの方にが認める、もう別枠扱い、いやありがとうございます。すごい、なんて書いてるかっていうと、夢ゆなドラフト3期生の対馬ゆなこと、ドイツ人物と言われるほどに仲良し、ほぼいつも一緒にいる、メンバーもスタッフも公認、なんなら母親同士もお互いの親子同士も仲良しと書いております。夢の枠があるんですね。いや面白すぎる。お疲れ、ありがとうございます。そう、いやいいんですかみたいなちょっともう なんなら他のメンバーにちょっと申し訳ないみたいなそう、すごいファンの方も認めてくださってるんだなと思いました。ありがとうございます、あのソガベラバーズの皆さんすごい、でもこれすごい可愛いんです。お蕎麦屋さん、蕎麦どころソガベ、おもろい、お品書きみたい、本当の。すごいクマ、なんかスタンドフラワーとか花冠とかも全部クマで、すごい可愛かった。いつからあの子クマキャラになったんだっけって全然さ、最初なんならなんかメンバーとかにはウサギっぽいよねって言われてるイメージがあって、そう、あのなんかシロミちゃんとかはあったんですけど、いつからこんなにクマキャラになったんですっけあなたみたいなそうっていう、おもろい、こんなことある。でも私そう夢にちょっと申し訳ないなって思ったのは、あの生誕祭で、あの私夢に関して感謝のなんかいい話とか一回もしなかったんです普通さ生誕祭ってさ、そういうなんかいつもは言えないけどみたいな、本当はすごい感謝してるよみたいな話をする回じゃないですか。私なんかなんだっけ、アフタートークとかでも夢がタンス落としてマジやばかったみたいな、その乃木坂さんの映像を見てて夢がタンス落としてみたいな興奮しすぎだよねみたいな話して、あとなんだっけ、あと公演中もうなんかめっちゃうち来るんだけどみたいな、めっちゃうち来るんですけど どうすればいいみたいな話して、そうなんかそう最初はちょっとなんか最初のあのアフタートークのなん か実は感謝してる話みたいな話の時に、それ出てく、あのそう真面目な話で出ていくかもやったんですけど、なんかでもそう他のメンバーなんか夢の話って結構皆さん聞いてるじゃないですか普段、そう配信もよく一緒にしてるし、あのなんだっけ なんだっけそう公演もよく一緒にやって、そう2人で MC でそういう話したり、そういうっていうか、まあ、2人の最近の話したりとか結構まあ真面目な話するタイミングはないけど、夢ゆなの話ってしすぎて、もうなんかファンの方もなんか夢ゆなまたここでも夢ゆなかよみたいになるかなと思って、なんだったらもう他のメンバー
の話とか、普段公演一緒にやってないドラーさんとかなんかの実話みたいな話とかの方が聞きたいものかなって思ったんです。しゃしゃりすぎかなと思って。だるまありがとうございます。なんかもうメンバーもね気を使って、なんか集合写真撮るとき私を夢の隣にしようとするんです。私を内側に入れようとするんですよ。いいから、なんか私が自分でポジションをなんかこうなんだろう、主役の隣を確保してないと嫌なやつみたいなになっちゃうから、いいよいいから気づかなくてみたいな感じだったんですけど、そういった気遣いもあり、うん、やっぱ同一人物だからね、そうっていう、いや面白いな。そうだからさ、別になんかいい話とかしようと思えばいくらでもできるんですけど、全然生誕祭でそれを話すタイミングなく、エピソードの話、アフタートークもすぐ終わっちゃってあやべ、いいこと話すタイミングなく、最後なんかいい話して終わろうと思ったのに、なんかそう、なんか最初の方は一回控えといて、でも最後なんか私からいい話して終わらせようかなと思ったら時間切っちゃって、全然ね、あのなんか最後曽我部映像倉庫で終わってそうめっちゃおもろかった。そうなんです、平日だからね、そう皆さんの帰りの時間もあるかなと思って、あまり引き延ばすこともちょっとねためらわるちっちゃなことでありがとうとか全然言うんですけど、なんか改まって、なんか他のメンバーには結構ゆめもゆなも言う方なんですよ、本当にありがとうねとか、なんかそういうの言えるタイプな、言うタイプなんですけど、なんかもう夢とユナではもうなんかもうお互いの間になんかもうなんか家族みたいな感じでのなんか気恥ずかしさがあって、あえてなんか改まって言う機会を設けられないと、逆にそういうのってそういう機会がなくって、そうなんかさ、家族に、私的には家族にそうやって改まって言うのをちょっと気恥ずかしいなみたいなのがあるんですけど、それと同等のものがあって、あと夢はなんか私そう公演で話したんですけど、なんか私のネタでは笑いたくないっていうなんかポリシーがあるって聞いて、可愛い、ありがとうございます。そう、ユナはなんか逆になんかそれを聞いてからちょっと悔しいんですけど、ユナは逆に夢のネタで笑ってあげてるってわけじゃないけど、笑っちゃってるのにそこでなんか笑わないようにされてるのちょっとフェアじゃないなと思って、でもだから逆にあのなんか司会私で大丈夫かなみたいな、夢終始笑わないみたいななったらどうしようかなと思ってたんですけど、まあちょっとどうだったかわかんないんですけど、そういう意地もあって夢には、普段なんか何を言うタイミングもないんですけどねでもなんかなんだろう、でも改まって感謝の気持ちって何から話していいか分かんないんですよね。でもなんか本当に自分のなんかこう常にいる言いすぎて、でも本当に常に一緒にいるけど、なんか本当に特に自分にとって大事な時とかにあの彼女はいるなって思うし、こう楽しかったことも悲しかったこととかも結構思い出してみると、全部の思い出にのエピソードに夢が大体立ち会ってるなって思うので、そうね、すごいありがたいですね。私は本当にこういった性格であの
もう本当に自分の意思がなさすぎて、そうこだわりもあんまりないタイプで、ああるしょ、あでも食もないな食べるのが好きっていう部分ではこだわりがあるけど、食に興味はあるけど、なんかすごく味にこだわりとかもないし、なんだろう、結構優柔不断だし、うん、意思がなさすぎて、いやあるんだけどなさすぎて、だからこう夢アフタートークでも言われてたけど、そうこだわり派の人間だから、まあ、こだわりがあるようでないって言われてたんですけどあるようでないっていう話で終わってたんですけど、まあ、でもあるこだわりある方だと思うので、そういうなんか意思がちゃんとある人だと思うから、なんかそういうところはなんか夢と似てる、なんか思考的に何物に関しての価値観とか、こういうこれはいいと思う悪いと思うっていう判断は多分同じさじ加減でできるんですけど、なんかそういう価値観は似通ってるけど性格的には結構反対って思うところもあるし、だからそういうところですごく補ってもらってるので、道案内は夢にしてもらうし、あの電車の乗り換えも夢にもう任せてるし、最近はあまりしないですけど電車移動とか、そうだから私は結構、まあ、補い合ってるっていうか補ってもらってるなって思うんですけど、私的にはねそうでもなんか前にすごいなんか夢がこう2人で話してて、でも本当のなんかなんだろうでも本当の夢を知ってる人は結局ユナコしかいないんだなって思ったみたいな話をなんかしてくれて、なんかそこで一応存在価値があってよかったなって思った、夢にとって私は一応いるあれがあっている理由があってよかったなって思いましたいいね、ありがとうございます。そんな何かがあったわけではなくって、話の流れでただ2人で話しててそういう話になって、そう急にそれを言われてそうでもとりあえず素を見せられるというか、というメンバーがいていてよかったそれが自分でよかったなって思いました。あよかった、いい話できたそうだから私はすごくそう補ってもらってるし、それでバランスが取れてるのかもしれないし、だからこそなんかちょっと似てるけど違うところがあるから一緒にいられるのかもしれないし、金メダルありがとうございます。到底ありがとうございます、いいね、ありがとうございますそう食べ残りも私が食べるのでそういうところを補っていきたいと思います。あと私の家に来るし最近夢の家には招いてくれないんですけど、まあ、私の家には来るのでそこはまあ補い合ってるということでだるまありがとうございます。そうでも夢なをもうなんか本当になんか一緒にされてるなって思うし、なんかこの間の特別公演でも思ったんですけど、夢ユナを一緒にして可愛い曲をやらせておけばいいやっていう風潮が最近スタッフさんの中でちょっと見受けられてるのかなって私は最近感じています。前にあった新春公演、周年公演どっちだっけな忘れちゃったけど、で会ったユニットも
4人のユニットで夢夜長一緒で、今回も4人のユニットで夢夜長一緒だったんです。そう、絶対思ったの、私は絶対に考えるのがちょっとめんどくさいな、あ夢夜なとりあえずここ埋めとこうみたいなちょっと夢夜な考えるのちょっとだるい、あこことりあえず一緒にしてなんか可愛くやらせとこうみたいなね、魂胆が見えすいていますね、ちょっとやばいやばい。いやありがたいんですけどね、なんかユニット公演をやるまでは本当になんかプライベートでめっちゃ仲いいだけみたいなっていう感じだったので、そうユニット公演やるようになってから夢夜なっていう言葉も割となんかファンの方の間でも馴染んできた感があります。夢夜な公演のね2人のユニットももうどっちも山台から登場するっていう風船ありがとうございます。そう山台から登場して2人で歌って踊っていくという、でも人の生誕祭っていいですね、なんか幸せな気持ちになります。今度はねひなの生誕祭が待ち受けているのでとっても楽しみ待ち受けている、嬉しい、ひなの生誕祭出れるのシンプルに嬉しいよかった呼んでくれて嬉しいです、すごい。金メダルありがとうございます。ひなち行かなきゃ、頑張れ、ありがとうございます。ね、私は果たして役職があるのか、無職かも私だってちっちゃいもん、ちっちゃいもんですよね、ちっちゃいもんで役職埋まるんでない、ちっちゃいもんマナとかで埋まりそうだから私、いやいいですね、ひたすら楽しみますえ、あ気づいたの、私人の生誕祭でこうそう村人役、そういう役職なしで、そうなんかえかわいいとか言ってなんかお手紙聞いて感動してスピーチ聞いて、あ素敵だね頑張ってるよあんたはって言ってあの終わるっていうのがすごい楽しいです。人の生誕祭ってすごい楽しいです。だから自分の生誕祭がもうなんか怖いです、今から大丈夫かなって、私ちゃんと主役できるかなって怖い、いやまだね日にちも決まってないしできるかどうかもわからないのですけれども勝手にもう今からそわそわしちゃう。ねえ、しかもさ勝手にさ別に誰もそんなこと思ってないんだろうけど、やっぱ二十歳だしなんかちゃんとしたこと言わなきゃなとか、ちゃんとしなきゃなみたいな勝手に自分で勝手に重圧を感じて緊張してる。まあまだまだだと思うのでね、まずは二十歳にならなきゃ。ひなの生誕祭楽しみ。
今思い出した、今さ1週間のことを考えてて、スモアの公演、そうマナヒの夢ヨナとそうスモアの公演をが一緒にあったので、そうアイドルエッセンス公演見ましたか皆さん。じゃあ私は出てないんですけど風呂敷ありがとうございます。スモスモスモアではなくモアモアスモアです。私スモスモスモアって言っちゃうの、なんかスモスモって言ったらスモスモが流れてきちゃうから、ちょ歌っちゃない、そう流れてきちゃうんです。可愛い、ありがとうございます。可愛かったんです、すごくすごくって切れ気味、めっちゃ可愛かったです。みんなちょっと大丈夫、あんなのさ目の前で見たらもう死んじゃうな、大丈夫生きて帰れました皆さん。なんかもうね、あのスモアの後にマナヒの夢の公演があったので、あのみんな生きてるかなと思って出ていく時みんな生きてるみたいなそう可愛すぎて、可愛すぎて大丈夫みたいなそう、もう立ち見の人とか立ってられるみたいなって思ったけど、みんなちゃんとほんと無事そうでよかったです、すごいすごい可愛かったね、衣装もねすごい似合ってるし、コンセプトにすごいぴったりで、なんかアイドルエッセンスって感じでした。でなんかお菓子みたいな、スモアってあのマシュマロのお菓子あるじゃないですか、なんかそのイメージにすごい合う衣装で、エプロンとのあのなんかクッキング感が、ね、あれペラペラペラオの、あの衣装だと思うんですけど、そうめっちゃいい感じに合ってて可愛かった。あの公園入りてってなる公園すごい。ハイビスカスありがとうございます。もうセットリストがねすごいいいですよね。なんかそう自分が私の中の結構理想的ななんかセットリストが結構あれで、そうすごい見てて楽しくて、まあ、コールできないけどもコールできたらもう最高だなって感じで、そう本当に全部可愛かった。そう可愛い曲、最後白いシャツなのいいですよね。こうなんかあのこう最初に組まれたユニットって結構もうメンバーも結構なんか訳も分からず、結構あ本当にユニットコーンやるのかなみたいな気持ちで、なんかとりあえずあのなんか仲良しな子と組んでみたみたいなユニットが結構多くて、でもそれで良さが出せたユニットが結構多かったし、そうそれでファンの方が喜んでくれたところもめっちゃあるんですけど、なんかそういうスモアみたいにコンセプトを持って集まってるユニットとかもすごいいいなって思うし、そういう公演もやってみたいなって思いました。山ここさんとか後からできたユニットだからこそできるやつなのかもしれないけど、そうそうそう、ちゃんとこういうコンセプトでこういう風な姿を見せたくて組んでるんですよっていうユニットもいいなって思ったし、そういう公演は見てる方もすごい楽しいなって思いました。あらこち失礼。ハイビスカスありがとうございます。ね、可愛かった。なんか個人的に好きな曲ばっかりで、なんかもう私は結構ゲロゲロのアイドル曲とかが好きなので、
まあ何でも好きなんですけど、かっこいい曲も好きだし、そうすごい何でも好き。そう、君のカップリングウィズとかもうめっちゃ好き。なんかまゆうさんのイメージすごく、まゆうさんが好きだったから余計に好きなのもあるんですけど、めっちゃ王道アイドルっていう、そう正統派、メンバーもちゃんと正統派で王道なメンバーを持ってきてるし、曲もそういう曲を持ってきてて、もう最高に好感度の高い公演すごくいい、満たされる公演だなって思います。ハイビスカスありがとうございます。今何時、あ、11時半でございます。皆さん平日の夜中にお付き合いいただきありがとうございます。12時までやろうか、やっちゃおうかなっていう今気持ちなんですけど、いいですかね。いいよ、眠い人は寝ちゃってくださいお幼馴染公演、もうそれは私と美晴さんにしかできないやつですね。いや逆にいいかも、もうその公演は幼馴染公演なんてもうそこでしかできないでしょっていう感じでいいですね青森とかじゃなくてね、もう幼馴染っていうくくりね。でも結構そういう風に考えたら構想が膨らみます。私はもう何とも言うけど、マムメモ、ドラムメモ公演がしたいです。7人でドラムメモ公演がしたくてMC は津軽弁だけでみたいなフ金メダルありがとうございます。お星さんもありがとうございます。そう、アイドルエッセンスはもう 声も可愛いし、本当に可愛いを突き詰めてるのがすごいいい良すぎるって思いました。津軽弁誰も聞き取れないみたいな、下に字幕出るかもしれませんねもう事前に LED に字幕を流すみたいな楽しそう。なんか逆にもう完全シャッフル、ランダムみたいな、くじ引きでみたいな。そうでも、あ、 HKT さんかなされてたけど、こうくじ引きでメンバーをそう組んでみたいなのも面白そう。めっちゃ先輩後輩シャッフルでっていう、そう先輩とシャッフルの公演やりたいなって思います。そう今同期と組んでる公演が推してるので、先輩とも一緒にできたら楽しいだろうなとも思います。全然あのこれからねユニットが増える予定は全然ないんですけど勝手に考えてるっていう。なんか普段話しててドラムメモでやりたいとか言って、なんかえこの曲め絶対入れたいとか、そういうなんか結構ノリで話してるとすごいポンポン出てくるんですよ。これこの曲やろうとか、なんかノリで話してると出てくるんですけど、なんかいざなんか全然決まってないけど、そう公演が決まった時とかに、いざ公演決まってそうなんか曲セットリスト決めますってなった時に、なんか全然ね、あの何の曲やろうみたいな、めっちゃ、逆に迷っちゃうみたいな。これ曲がもう膨大すぎて、曲数が膨大すぎてね、
そうなんですよ。なんか何の曲、いざとなったら何の曲入れたらいいか分かんないみたいな、結構あるあるですね。でももうドラムメモ公演はもう完全にもうなんかファンの方がもうエモすぎてもう毎回号泣して帰るみたいな公演がいいよねって話してます。花束ありがとうございます。そう、ドラムメモもやりたいし、なんだろう何でもやりたいな。そう、でもモアモアスモアはめっちゃ自分の中のこう好き、もう好きですっていうものをもうあ大好きですみたいなものをもう詰め込まれた公演で、すごいよかったっていうと上からです。なんか好きでした2人、あと1人増やせないもんですかね。7人、6人、今6人公演が今のところ一番最多人数なんですけど、ちょっと7人にできないもんですかね。ちょっと1人の枠増やせないですかね、ちょっとって思ってます。ちょっと1人ちゃっかり入れちゃったりできないですかねって思います。そう、あのメンバーとそう個人的に話してたりするとめっちゃこの曲絶対入れようみたいな話がすごい浮かんできて、もうなんか7人でもう2時間公演できそうみたいな。もう1時間、今1時間公演じゃないですか。1時間公演は2本やってるんですけど、もう7人で2時間公演できるよね、そしたらみたいな。そうできるってなったら体力的にも7人いればさみたいななんとかなるみたいな。もう途中ひのちゃんの完全ソロコーナーとか入れちゃえばもう休めるよねとか言って、ひのちゃんの休む時間とはって感じなんですけど、で話してました。やりたいなぁ。5番ありがとうございます。おじさん目線公演面白い。コバンありがとうございます。誰もありがとうございます。あもうそれやるってなったら、あのこの間 の特別公演の性格の悪い女の子はもう一回やってもらいますね、ぜひ。あちなみにあの性格の悪い女の子、性格が悪い女の子の時のあのカホの写真を撮ったのは私です。カホのあのツイッターに載せてた写真を撮ったのは私ですちょっとその時間みんな撮ってたので、本当はね全員撮りたかったんですけど、私はカホの撮ってました。でも私はあの3人は全員あざとかったし、全員違う方面のあざとさだったし、全員が優勝してたし、みんな3人ともあの曲で大当たりだなって思いました。そう、じゃあもうおじさん公演おじさんプロデュース公演するってなったら、もう私はじゃあもう MC だけ出て、はい、あの今日ここまでの曲はですね、あの私のこだわりのもと、選ばせていただいて、あのこの曲はこういう意味を込めてこのメンバーを選んで、こういう
風にしましたみたいな解説を入れて、そう、それでは次のコーナーですどうぞって言って違うメンバーが出てくるみたいな私完全プロデューサーで、でまた最後の挨拶だけ出てきて、なんかもうなんか偉い人みたいなめっちゃプロデューサー気取りで出てきて、ありがとうございましたって言って帰っていくそう、 MC だけはします。もちろん全員出演していただきます。選べないですよそりゃ。尊いありがとうございます。可愛いありがとうございます。そう、津島えなこ監修のもとよろしくお願いします。でも私はあのリハで性格のあれ女の子のリハを見てたんですけど、その時すごくカホに目が行きました。そう、すごい覚えてる。なんかいた立ち位置もすごいカホが 見やすい立ち位置だったんです。で座って見てたんですけど、客席で、すごいカホこういう曲ハマるなって思って見てました。なんかそう、歌も上手だし、なんか元気なパフォーマンスも似合うし、そう、何でも割とできるタイプなんですけど、そう、元気な曲のイメージが強いかもしれないけど、ああいうなんかちょっと悪い女系の曲もああ似合うなと思って、いいですなと思って見てました。うん、そうかね、表情とかがすごい、元のお顔の感じとかが結構そういう、なんだろう、ちゃんと計算高系のあざとい女って感じで、あのよくある彼氏の周りにいてほしくないあざと女みたいな、嫌な女みたいな感じでした。がすごく上手に出せてて、出していけねはすごくいいなって思いました。なんかミユは結構キョトンみたいな感じのキョトン系、まあまるでいい子みたいな顔をしておきながら、もう無意識にあざといをやってくる系ので、しれっとこう彼氏を取っていくタイプの女の子、キョトンみたいな、え全然いい子みたいな思わせておいて、 それすらも実は計算なんだけど、なんかカホは割となんかそこをなんかキョトンではないんです。カホはキョトン系じゃなくて、なんかちょっと悪い女感をちょっとちらつかせるけど、でもそれすらもなんかもう好きみたいな、その悪い女って分かってるけど引っかかっちゃうみたいな、男の人はもうそのカホはもうどうせ計算なんだろうって分かってるけど、でも騙されちゃうみたいな、その悪い女感をちょっと漂わせるんですよ。それがまた上手だし、ミユは逆にそれを全然匂わせないで、なんかこうなんかキョトン、全然私そんなこと思ってなかったみたいな感じでもう全然やってるのよやってくんのよ。でチカナはなんかさっぱりしてそうじゃないですか、あの子なんかツンデレ系ですよね。いやーやってますね、あの子なんかちょっとツンツンみたいな表情してくるんですよ。あの子もツンツンみたいな表情してきたと思いきや、めっちゃデレッデレの笑顔を見せて、お男の人の気持ちでいきますよ。え、なんかもうあのなんかえ、なんかこいつ俺になんかツンツンなんだけどみたいな、でも急になんか自分にだけ見せるみたいな笑顔を見せてきて、やるわーってなるんですよ。いやー、わかります。私はもう3人それぞれのタイプのあざといの方面で優勝してるから、あの3人の中でどれが誰が一番良かったとか、そういう話じゃないんですよ。誰が一番良かったですかっていう質問は愚問なんですよ。もう3人とも違う方面でちゃんと突き抜けて優勝してるんです。チカナはそういうなんかツンデレをうまく利用してくるタイプの
あざとい女の子だなって、そういう風にしたら男の子がうわーってなっちゃうのか分かっててやってんなっていうタイプです。お疲れありがとうございます。アイスありがとうございます。ハートありがとうございます。拍手ありがとうございます。そうなんです。そうから3人ともそれぞれの見せ方があって、ちゃんと3人それぞれにその曲に対しての構想がちゃんとあってやってるんだなって思ったらすごい深いですよね。あれはまたやってほしいし、そう衣装もなんかああいう感じの、そうまた変えてもいいけど、まあ、ああいう感じの短いスカートでちょっとワール系なんかちょっと黒とピンクとかの感じがすごい可愛いなって思いました。タコありがとうございます。頑張れありがとうございます。可愛いありがとう。だからあざといも一概に言えないんですよ。そう深いですよね。深いって今ね皆さんやってくれたと思うんですけど、そうこれは別に3人に一切伝えてないし、この話は1ミリも3人本人たちには1ミリもしてないんですけど、私がリハーサルとか本番のを見てて思った感想はこれでした。3人それぞれのあざという見せ方をちゃんと分かってて、自分に合ってる自分らしい見せ方ができてるなっていうので、もう100点以上のものがねやってたなって思います。風船ありがとうございます。田辺先生がしれっといらっしゃるんですけど共感してくださってるようで嬉しいです。すいません、なんかありがとうございます。この夜遅くに来ていただいてこんな話をしてるところでそうですね、3人ともすごい上手だなって思って見てました。私はそう何も本人たちには何も伝えてないんですけれども、勝手にそう思っておりました。勉強になります。こちらこそこちらこそでございます。私から勉強することなどございません、何もこちらこそ勉強になります。もうねすごいDD 様具合が素晴らしくてとか言ったら怒られそうなんですけれども、金メダルありがとうございます。すごい何に対しての金メダルなんだか、この早口止まっちゃった。失礼、これは失礼。なんで充電多分まだ大丈夫なんですけど、充電じゃないんですけど止まっちゃった。なぜ、ごめんなさい失礼しました。ただいま。私あくまで私のあのねパフォーマンスを見た解釈はこれでした。以上です。そうよくというかちょくちょくそれについての感想を聞かれてたのでお答えさせていただきました。そしてあの写真を撮ったのは私です。渾身の一枚です。ありがとうございます。だるまありがとうございます。はい、というわけでね、今日もそろそろねお別れのお時間が近づいてまいりました。皆様こんな時間まで見てくださってありがとうございます。ということで最後壇上の方を読ませていただこうかなと思います。じゃあ今日は皆さんのラッキーカラーで
をお伝えしていこうかなと思います。めっちゃ適当に今言い始めちゃった。13位フルさん、あと津島かえりさん、ありがとうございます。じゃあラッキーカラーはかえりのこの赤、かえりレッドです。赤じゃないですよ、かえりレッドです。ただの赤じゃないんです。はい、12位コバさん、ありがとうございます。じゃあラッキーカラーは私のこの髪の毛の色のなんかこう茶色と黒の中間みたいな色です。ありがとうございます。11位車両さん、ありがとうございます。ラッキーカラーは私の、まつげの色です。はい、この色です。最近まつげが伸びてきました。なんか一回まつげめっちゃなくなって、どうしようって思ったんですけど、最近またまつげ生えてきました。よかった。なんか私下まつげは一生ずっとめっちゃ生えてるんですよ。私下まつげめっちゃ生えてるんですけど、上まつげがめっちゃなくなった時があって、あ、こんな話をしてる場合じゃないんですね。はい、生えてきましたという話でした。10位のノイクさん、ありがとうございます。じゃあノイクさんは私のこの腕の色です。この黄色い肌色です。9位タカタンさん、ありがとうございます。タカタンさんのラッキーカラーは、じゃあ小麦肌の女の子の肌色、まあサラとかもっと黒くてもいいと思うんですけど、なんか最近メンバーがよく焼けちゃったみたいな、無理焼けたんだけどみたいな話をしてて、そう焼けてなんかショックなのはわかるけど、でも別に日焼けすることは悪いことじゃないと思うんです。私小麦肌って結構今みんな色白こそが正義みたいな世の中になってて、なんか私は悲しいです。小麦肌の需要に誰も気づいてくれないのかと。私は結構小麦肌の女の子が好きなので悲しい。なんか夢ぐらい突き抜けた色白さんを見るとわあすげえなって思うけど、ね焼けてもいいじゃないか、人間だものって思います。やばい時間がないんだよ私には。タガタンさん9位ありがとうございます。あれどこまで行ったっけ、私言ったっけ、言った、待って、あ、言いましたね。8位しんごさん、キラキラパンダさん、ありがとうございます。あ、なんか変わった気がする。今ねちょっと順位が変わった気がする。じゃあどうしよう。しんごさんありがとうございます。はい、じゃあパンダの毛の色です。白でも黒でもなくパンダの毛の色です。はい、ラッキーカラー、はい、ありがとうございます。13位ちょっと読んでなかったので、ナオくん、あとトマト系さん、ありがとうございます。はい、トマト色というと見せかけて、リンゴの色です。はい、よろしくお願いします。赤じゃないんですよ、リンゴ色です。はい、よろしくお願いします。はい、戻って。8位西山ひろしさん、ありがとうございます。あと美奈子、東京オリンピック金メダル、ありがとうございます。金メダル、やばい時間があと5分。ありがとうございます。じゃあ、ラッキーカラーは金メダル色です。金色じゃなくて金メダル色です。そこはこだわりを持っています。7位トーカさん、ありがとうございます。ラッキーカラーはユナコブルーです。青じゃなくてユナコブルーです。ユナの、生誕カラーです。生誕カラーじゃない、推しサイリウムカラーです。オシリウムカラーって言われてちゃった。推しサイリウムカラー、オシリウムカラーっていいですね。あ、でも推しって言っちゃうからダメか。オシリウムカラー可愛くない。はい、というわけで6位ココリコさん、ありがとうございます。そうですね、ラッキーカラーは
何色にしよう。ブロッコリー、ブロッコリーグリーンでお願いします。ブロッコリーがラッキーアイテムなわけでもなく、グリーンがラッキーカラーなわけでもなく、ブロッコリーグリーンがラッキーカラーです。はい。5位、サリオさん。あ、さっきも言っちゃいましたね。あ、ちょっと、あ、さっき言った色です。4位、クラクラ、あとマサマサさん、ありがとうございます。あ、クラクラということでね、ラッキーカラーはもうメルティーブルーですね。メルティーブルーちゃんなんで、私ちょっとメルティーブルーでお願いします。3位、カズちゃまさん、ありがとうございます。ラッキーカラーはどうしようかな、そば色、そば色です。そば、そばって何色だと思う？そばって何色？そば色です。はい。2位、まこちゃさん、ありがとうございます。ラッキーカラーは抹茶のかき氷色です。抹茶色じゃなく、緑でもなく、抹茶のかき氷色です。ありがとうございます。1位、空白さんは、ありがとうございます。そうですね、どうしよう。じゃあ空、夕方の空色です。夕方の、あ、なんか綺麗だなってなる感じの空です。あの真っ青じゃなくて空色です。夕方の空色です。この間夕方にのお空がめっちゃ綺麗で、なんかめっちゃね綺麗だったんです。最近夕方、夕焼けの色がめっちゃ綺麗だなって思いました。そう、晴れてるとお空を見ちゃう、なんでだろうね。というわけでありがとうございます。あと3分残った、よかった。焦ったそう、あ、そういえば台風それましたね。なんか夢の晴れ女伝説がね、また更新されておめでとうございます。本当に天気の子ですね。天気の子だね、おもろいね。でもダメです、天気の子はね、あの、なんか、あの、なんか生贄になっちゃうので、消えちゃうらしいので、確かちょっと頑張ってもらって、ほどほどに頑張ってもらって、ちょっと消えない程度に頑張ってもらえなきゃ。ね、すごい伝説本物ですね。よかったですね。だってなんか平日っていうだけでちょっと来るの大変な方ももしかしたらいらっしゃったかもしれないのに、ね、しかも生誕祭だから県外から来てる方も多かったと思うんですけど、県外のファンの方もこのために来るぜっていう時もあったと、のもあったと思うので、よかったね。でも台風どこ行ったんだろうね。私行方を知らないままで、なんかそれたらしいっていうことだけ聞いて、すげーって思って、でもそれってどこにいたか分かんないんですけど、そう、まあ皆さんね、これから暑くなると思いますが、台風空気読んだ、おもろ空気読んでくれたみたいで、あとちょっとで終わります。おやすみなさい皆さんね、遅い時間にありがとうございました。あと1分ぐらい、1分もないですかね、ちょっと終わります。勝手に切れてくれるのをちょっと今期待しつつ見てる感じなんですけど、どうですかね、ちょっと。あ、私かき氷配信するって言ってしてないね。します、いつしよう、ちょっと近々、本当は7月中にしたかったんですけど、できたらします。明日、明後日、明後日のうちにできたらしたいと思います。それではおやすみ。